恵子様、すべて手はず通りです。始めましょう。命ある者の訪れぬ暗き地で、亡霊の宴よ。するとどこにでも置くんだ。寒いから早く閉めてくれる？見ろよ、春だってのにこの雪景色。冬の妖精やら妖怪やら、いい加減認めろよ。これは異変だ。離せ。今年は春が遅いってだけ。いや、どこかに犯人の妖怪がいる。異変解決、妖怪退治は巫女の仕事だろ。ごめんなさい、異変でしたよ。言うなよ。バカ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 。短歌切って飛び出してきたはいいが、全く見当すらつかないぜ。情報集めないとな。お、早速情報提供者発見。で、あいつは。やれやれ、やる気満々だな。はん。あ、分野の。
れやれだぜ。ここは冥界、亡霊たちの住まうところ。命ある人間よ、とくお前たちの限界に引き返すがよい。観念しろ半人半霊。お前たちの企みは全て調べさせてもらった。さあ春を返してもらおうか。おっと、抵抗してくれてもいいぜ。力ずくは大好きなんだ。人間風情が何を言い出すかと思えば、白霊の巫女ならいざ知らず。一体何様だお前は。霧雨マリサ、普通の魔法使いだ。ところに案内してもらおうか。いや、そのまま寝てていいぜ。あらまあ、白霊の巫女じゃないのね。そのセリフ聞き飽きたぜ。お邪魔します。こんにちは。あら、本当にまだいる。どうしてみんな玄関から入ってこないのかしら。吸血鬼のところのメイドじゃない。今日は一人。お嬢様は寒いので出たくないと伝言だけ預かってきました。いつまで妖怪の好きにやらしているのかとのことです。大きなお世話。あなたの考えもわからないでもないけど。何を。幻想郷のバランスを保つのが巫女のお仕事ですものね。それもあるわね。でもそろそろ十分じゃないかしら。それを決めるのも私の仕事よ。ごもっとも。伝言は伝えましたよ。白黒の魔法使いは冥界に向かったわ。冥界で死んだら成仏できるのかしら。おい亡霊、こっちは花見ができなくて困ってるんだ。今すぐ春を返すか、私に痛い目合わされた後で返すか。好きな方へ。うわっ。ここにとどまって亡霊となるか、亡霊となってからここにとどまるか、お好きな方を選びなさい。そういうのは選択って言わないぜ。ご覧なさいな、この桜、最強あやかしを。まだ花をつけていないでしょ。もっと春が必要なの。そんなつまらんことで。残念、ここまでかしらね。そう、美しすぎるぜ。レイム、お前今頃。話は後。あらあらあら。Thank you.
ちょっと油断しちゃった。かくて世はこともなしか。まあ苦労はした甲斐があったってもんだな。はあ、ん、だから嫌なのよね。異変解決っていうとすぐ妖怪どもが集まってきて宴会になるんだから。楽しいからいいだろ。主犯も来てるし。まあまあ、お詫びの印にね。時効もお持ちしましたので。あ、はあ、参拝客が逃げるわ。しかもこれ後片付け全部私でしょ。だから異変解決って嫌なの。ちょっと待て、お前まさかそんなつまらん理由で。おい霊夢、私に言わなきゃならないことがあるよな。はあ、マリサの言う通り異変でした。私が悪かったわ、ごめんなさいね。心がこもってないんだよ。何よ、ニコのくせにめんどくさいから異変を放置って。だからこの神社は人気がないんだろ。異変はちゃんと解決してるわ。何よ、惜しいところばっかり持っていきやがって。結局レイムが異変を解決したようね。そのようですね。なぜだかわかるのだけどね、たとえ昨夜が買い物の途中で寄り道しなかったとしても、この結末は変わらなかったわ。そうだったんですね。さて、寄り道の罰は何にするかな。なんなりと。何よ、大体あんた私が行かなかったら危なかったじゃないの。そっちこそ私に何か言う必要があるんじゃないの。ご苦労さん。はあ、大義である。でもいいぞ。なんて偉そうなのよ。あ、それは私のでしょ。あ、間違いを正すその心は、ああ朽ち果てた草やきに水を注ぐよ。だけれど意味もなくそれを誰かいませんでした。いいところに来たわね。楽しくなりそうよ。何がです、桜は咲きませんでしたし。桜、西行あやかしですよ。ああ、あれはもういいの。咲かせては見たかったけど。すみません、まさか人間に。いいのいいの、十分楽しかったし。
隠れ家の巫女に気づかれずに済んだしね。はあ、話が見えないのですが。着てみたんですけど。似合います？